おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上役立つテクニックを一つお送りしたいと思います。今日は6月は14日金曜日ですね。私は金曜日が一番好きです。金曜日、はい。今日のテーマはですね、皆さんですね、フェイトっていうのは宿命、デスティニーっていうのは運命なんですよ。フェイト、宿命は生まれた時にもう決まっててですね、いかんともしがたいものがあるんですが、デスティニー、運命はですね、日頃の思いと行動でいくらでも変えられる。すなわちですね、デスティニー、運命を変えることによって運命までですね、いや運命をうまく作ることによってですね、フェイト、宿命も変えられるというお話をしたいと思います。はい。このですね、今週月火水10、11、12、3日間ですね、伊豆大島に墓参りがてらですね、帰省しました。そしてですね、まあ親しい親友と亡くなっていった、早く亡くなっていった私の友人5人のですね、お墓を回ってお墓参りをしました。海にですね、散骨した友人もいますので、その散骨した筆島にですね、線香を立てに行きました。都合6名にですね、哀悼の誠を捧げてきたんですが、思いましたね、我々のですね仲間、70歳にならないのにあの世に行ってしまってる人がいるんですよ。はい。しかしですね、70代80代をしっかり生き切ってですね、私が今までやってきた今朝のですね、早朝連行太極拳のおばさんたちのようにですね、90まで健康体を保ってですね、90を過ぎるとぽっくりいく、そのような人生を送る人もいるんですよ。早朝連行太極拳の人たちはだいたい90過ぎまで行きます。その姿を見るとですね、ああ人間というのは機械、精密機械だなってつくづく思いますね。きちっと補修してですね、体をしっかり補修してですね、生きれば90まで生きられるんですよ。大島でですね、6名の方に線香を立ててきましたが、70の声を聞かないうちに死んでったということはですね、自分の体をですね、きちっと大切にしてないということと、どうしようもないフェイト、フェイト、宿命というのもありますが、宿命はですね、まあ、素直に、ね、受け入れてですね、あの世からのコーリングが来たら行くしかないと思いますが、これだけは言えます、我々の運命は変えられます。まあ、私も目標ベージュというんですが、88歳まで行きたいと思ってますが、そのためには体をですね、無謀な使い方をしてはいけない、無謀な飲食もいけない、適当な飲食とですね、十分な運動が必要なわけですよ。最後にですね、例を挙げてご説明しましょうね。車はですね、きちっと使ってれば20万キロちゃんと走ります。ヨーロッパ、特にドイツの車なんかはですね、ベンツ、 BMW、20万キロ走って当たり前です。すごいベンツは40万50万キロも走ります。すなわちですね、彼らはですね、ドイツ人はそもそもつましいですから、しっかりメンテナンスしてますね。きちっとパーツを変えてですね、オイルもですね、きちっと時期が来たらオイル交換して、あんまりですね、無謀には走りません。まあ、アウトバーンなんか200キロ近く出して走りますが、そのあたりはですね、きちっと
自動車をですね精密機械として使ってるんですよ。すなわち我々人間も精密機械ですから、ドイツ車のようにですねきちっと無謀な運転ではなく、そしてガソリン、いいガソリンを使ってですねオイル交換、パーツ交換をしてれば20万キロまでしっかり乗れるということですよ。我々の命もですね88歳ぐらいまで健康で保てるということなんですよ。私は70になったばかりですが、みんなにですねその模範を示そうと思ってます。私の武道の先生はみんな88ぐらいまで生きてくれましたから、模範を示してくれたので、私もみんなに模範を示さなくちゃと思ってます。はい、私の70歳の姿、肉体をですね後ろに貼っておきます。伊豆大島に行った時のですね、露天風呂で撮った写真ですけれども、なんだ70歳のおっさんもきちっとした体してんじゃねえかって思うと思います。人にですねスパダカを見せられるですね、自信をつけろっつうんですよ。そのためにはきちっとした飲食とですね毎日のきちっとした運動が必要なんですよね。はい、今日はですね我々人生はですね、我々はフェイト、運命は変えられるんだと。宿命はダメですよ。宿命までですね運命を変えることによって変えられるというお話をしました。はい、今日はバックにですね我が田舎伊豆大島の綺麗なところを写してありますので、どうぞご覧ください。さようなら。